どうも、くまきょん音楽チャンネルです。本日は、この青空に翼をくださいやっていきたいと思います。まず、登場コードはこのようになっております。で、これ余談というかですね、今回のキーに関しては、これ C で弾く翼をくださいなんですよ。つまり、キーっていうのは、まあ、音の高さですね。に関しては、この青空にっていう音の高さになるんです。なんかこれしっくりこんなっていう方はですね、カポっていうのを使うといいです。例えばカポを2につけるとカラオケっていうプラス2の状態になるんです。だからこの青空にっていう風になるってことですね。キーが上がるってことです。これをオクターブ下でやるとこの青空に翼をみたいな感じで低くなるっていうことですね。で、オクターブ下げた状態でさらに上げるっていうのもありです。この青空にっていう風にやっていくと自分に合うキーってどっかにあるんですよ。これじゃなんか低すぎるよって人はね、この青空にっていう風にね、もう上でシャウトするみたいな感じもいいと思います。とにかく言えるのは、どのキーであってもこのコードたちでできますよってことですね。で、右手に関してですが、これシンプルな曲なので逆にいろいろ合うんですよね。とはいえ、まず基本のストローク、これできれば大丈夫です。今全部弾くことできちゃうんですよね。あと、こういうのもありますね。今私の今私の、つまりタンタンタンツカ、さっきのタンタンツカに多分を1個足したようなものです。もっとレベル高くしたいって人はこのストローク、この青空に伝えておきます。他にもいろんなストローク、いろんな弾き方あります。本当にいい曲ですよね、これね。どういうのがあるのかっていうのは、これからやるお手本弾き参考にしていただきますと幸いです。僕はオンラインレッスンっていうのもやってますので、細かいわからないこととかはそっちで聞いていただきますと幸いです。皆様のギター上達、心から応援しています。それではお手本弾きどうぞ。今私の ご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。